こんにちは、くんです。ということで、アマンガスやっていきたいと思います。今回はヴァンパイアって役職を、入れます。ヴァンパイアはどういう役職かっていうと、20秒後に死にます。人が。ああ、ウィッチの会議なしバージョンみたいな。そう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 、ウィッチの会議なしで死ぬバージョン。であとはトリックスターっていう自分で弁当を設置できる役職で、あと電気を停電させれます。解除不能の電気停電。あとは忍者で、クルー側がいろいろ入れてるんですけど、ディテクティブっていう探偵っていう役職入れれて、足跡が見えるっていうのと、あと死体が温かければインポスターの情報がわかります。おお、すごい、謎は全て解けたができます、ディテクティブは。で、あとシーヤっていう予言者っていう役職があって、マップ上で誰かが死ぬと画面が青く光ります。で、会議後をちょっとしてから死んだプレイヤーの位置がわかるらしいです。その2つかな、クルーの役職が。はい、やります。違います。やらなきゃいけないな。さあ、行きましょう。2のためにどっか行こう。あ、でこのガーリックを巻くと、ガーリックのそばでは、秒数キルができなくなるので、こういうところに置くといいですね。できたんでしょ。これ どういうあれなの。待って、やめろやめろ、近づくな。ガーリック、よし、これでヴァンパイア髪は起きない。ガーリック、これ何なのこれ。これあのニンニク、あの画面の左下にあるやつ、これ置くと、ヴァンパイア髪ができなくて即髪になる。何ヴァンパイア髪って。お、え、だから、すみません。あ、そんなのがあるのか。はよ。え？はよ。なんか目の前で死んだよ。あ、それ多分それがヴァンパイアの力です。多分。10秒後に弾け飛ぶ。あのガーリック置いて吸われちゃったんだ。これでヴァンパイア髪できませんとか言いながら死んだんだけど。まあ、ヴァンパイアにやられた。20秒前ぐらいに兄さんと一緒にいたのは。で、ポンさん、あの辺の集団か、アルゴもいたよ。まあ、ほぼみんなやね。いけないですね、コンビニからなんか物取り出すのやめろ、コンビニの袋から。え、これ俺じゃないですよ、ね、え、誰だ。じゃあ俺かも、ごめん。じゃあアルゴン釣る。今の釣る理由になったの。マジマジ、目障り、耳障り。ポケモンやこれ、怪しい。コンビニの袋をガシャガシャ。お前いつから VC で飯食うぐらい偉くなったんだよ。飯食ってないもん。お前すでに食ってるだろ、インケ天性。いや、全然好き。みんなどこ入れたの。全然スキップでいいと思うけど、俺だけの特権だ。あー、化け物置いてこいつ。うん、これガーリックめっちゃ置いたい。やばい、ガーリック自体でやった方がいいぞ。ガーリック自体で、あのカメラのところガーリック置いてる。ここで炊いたよ。で、イニーがここで炊いて死んだんだよね。でも死んだ。死ぬの。他にどんな役職がいるの。ガーリック意味ないやんじゃん。結局それあのガーリックの外に待ってるの怪しいの。これでガーリックの外行くとヴァンパイアならつけれるの。怪しいな、怪しいな。じゃあ俺ずっとガーリックの家いる。なんか探偵いるじゃん。探偵もヴァンパイアわかるのかね。わかるっていうか、探偵はこの死体はいつ死んだものなのかがわかるんだ。あ、そういうこと。あ、いや、確か違う違う違う。いつっていうよりかは、殺された時間が短かったら、そのより正確な人狼に関する情報が手に入る。でも探偵デポンさんなんですよ。あの無口な探偵なんですよ。眠りの心よりより深い眠りについてるあのデポンさんなんですよ。俺ダメだと思う。たった一つの真実見抜けないと思う。ワープして殺してくる。ワープして殺す、うん、全然タスクしてないやん。ずっとここにいるやん。え、でもお前死にてえのかよ、お前死にてえのかよ。じゃあ出ろよ、お前。いや、終わんねえよ、死にてえだったら出ろ。終わらない、終わらない戦いだよ。お前出るやつ、あれね、噛まれない自信があるやつってことなんだよね。それ、出たらつまりそれはガーリック。いや、そう、いや、そうだよ、そうだけど、ゲームの進行としてどうなのって話だよ、これ。じゃあ出ない、じゃあ出ない、出るよ、私は出るよ、このゲームもうタスクで。じゃあ出ないよ、死んでもいいならさ。じゃあねー。デポンガーリック置いてる。デポンさん、デポンさんについていくわ。ガーリック置いてくれ。ガーリックの間で噛まれないってだけで、ガーリックの間では死んじゃうんだよね、別に。は？やられたの。え？そうだよ。あ、そうじゃない。え、イニーさんどうやって死んだの？口
口を閉じろ。ガーリックの中に入ったら死なないとかではないけど。おい、ニンニク臭えぞ、お前の口。最悪だ、今俺も同じこと言おうとした。電気室生きてた。電気室生きてたよ。うん。夢室行こう。よし。じゃあベンチ行こう。え？このニンニクレーム。あれ？リポン。俺が殺した。何するんか。違いそうなのそれ。デポン。ん？んじゃない、んじゃない。場所。死体のあった部屋は電気室で、その部屋からアルゴンが出てきました。じゃあアルゴンじゃん。じゃあアルゴンじゃねえか。じゃあやっぱアルゴンじゃねえか。やっぱりアルゴンじゃねえか。違うよ。飯食ってっからおかしいと思ったんだよ。いやこれ俺がコードさんとすれ違った。俺が電気室って言ったのは本当だけど、多分デポさんがセルフで噛んで通報したんじゃないの。まあ、いや、てか忍者っていう風に主張するべきだよね、本当は。まあ、デポンがセルフはないよね、別に。デポンセルフで通報できないとはあるよ。やんないからさ、あるわけ。君、なんじゃないかい。つかさ、探偵とかさ、その辺とかいるから分かるはずじゃないの、なんか噛まれたタイミングとか。画面が青く光ったりとか、もしかしてイニンが預言者で、イニンシーヤだった。イニンがシーヤでだったってこと。探偵さんはコノだったってこと。いきなり村役職全滅みたいな。ウッキウキで噛まれたんかな。マップ狭い。言い残すからそれだけ。アルゴンちゃん。二郎です。俺が殺したんだ。じゃあ俺最初に投票したじゃん。トリックスター、はい、うわ一番先に殺すべきなやつじゃん、はい、俺も最初に悪ノリでアルゴに投票してるから、はい、俺白。そんな理論で言ったら俺も白くなるわ。いや、お前は白くなる、俺は白。真っ先に入れたじゃん、ね、一番最初に入れたよ、なんなら。ガサガサの視点で入れたよ、俺も。いや、お前が入れたのは信用できないけど、俺が入れたのは信用できる。ああ、そっかそっか。ガーリックでみんななんか安全圏に言いすぎだろ、これ。酸素効果いきなり。デポンさん角村になった後でこれか。デポン？デポン黒だったら楽になるな。6、4、7、9、3。はい。どう大丈夫そう？いらんなよ。遅すぎわろた。しもこいつ。タスク勝ちって言ってるよ、なんか。忘れよ、俺も。タスク勝ち狙うか、じゃあ。タスクやってくれ。みんな死んでるやつタスクやってないだろう、これ。コモとか絶対タスク。え ?What?What? え、うわ、暗くなったって。下か、だるいな。トリックスターの箱はあっても、トリックスターは死んでるの。あー、死んでらー。やっぱ、あはー。おー、危ない。くっそ。マシバンパイア。ディープーンも落ちたらきついかな。まあ、しょうがないか。いや、早めに釣らなきゃダメだな、これ。何がバンパイアめっちゃ強いわ。ちなみにあれ、デポさんちゃんとあの名探偵です。あのアルゴンさん釣りました。え？名探偵でした。名探偵だったの？釣りだよ。そうだよ。え、イニン？俺はシアで開幕で死体から出てきたに噛まれてること気づかず陰キャ転生を前でニンニク置いたらバンパイアに噛まれねえんだぜって生きてたら殺された。人狼が1個役職減らしてもいいと思うけどな、強いから。強いか、ちょっと。よし、いや、たぶん、シア。なるほど。うまい。さあ、行きましょう。美のため。はい、美。さあ、探偵くん。トーマスの足跡を追跡する。ふん。奴はこっちに進んだのか。うん。この中か。おっと！うわっ！やつはこの中に入った。開けろ！デトロイト死刑だ！開かない。蹴破ろう。
ペン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 。うん。ええー。よし、よし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 、どうだどうだ、噛まれてるやついるか。おお、ナイス。あ、バンパイア噛まないのか。今のサボタージュはトーマスじゃないと思う。トーマスと俺が電気室にいるときに発生したから一瞬で直せた俺ら。今朝が停電、一瞬で直せたわ。なんとも言えないな、普通にスキップでいい気がするな。はい、なんとも言えない。デキさんと僕があのカフェテリア行ったとき、カフェテリアの巣がしまった。怖っ。いや、多分ドア全部こうババババババって、ドア結構閉まってる。ドア全部閉めたっぽい。デポンが浮かがってる。いや、デポンはね、多分ドア全部閉めるみたいなね、なんだろう、行為できない。バカにされてるよ、デポンさん。しかも、敵のこと間違えられてる、今のアルゴンに。悲しい。うん、名探偵くんとしてはちょっとタスクなんて一切せずに釣り切りで勝つ、これが仕事だ。トトトトゥトゥルトゥー。何これ、 LED バナナ P1。 なんか自分のカラーかな、色バナナ。いやー、これ今のしんどいぞ。トーマス、トーマス、陰キャ転生いる。はい、俺死んだら陰キャが敵を置こう。はい、違うな、やつを追いかけるか。いやい、なんそんな嫌だ俺のこと、あれ。え、え、え、コノさんさっき言ったけど、え、コノすごい、え、今生きてたよコノ。もしかしてこれさ、ヴァンパイアの20秒がさ、ヴァンパイアあったら、これ、あ、これ陰キャ転生、陰キャ転生です。陰キャ転生です。え、どういうこと、どういうことじゃねえんだよ。いや、誰か言った。え、じゃあ、名探偵くんが話してやろう。電気室でコノがいたのよ、奥に。で、その手前に、あ、そうなの。あ、いや俺タスクしてたから分かんなかった。その手前に陰キャ転生がいて、まあそうじゃなかったら、まあ、電気室にいた誰かだけど、陰キャ転生がめちゃくちゃ怪しい。俺タスクやってる間になんか勝手に出入りされてる。まあまあ分かんない、もしかしたらコノが20秒の間に別のところに行ったの可能性はあるけどね。いや、まあ、ニーはどこで死んでた。20秒か、直前で噛んだっていうのはヴァンパイアの記録ってことですよ。ヴァンパイアが死んでた。俺がやったタスクはなんかあの、なんかタイミングやる、あの3回タイミング合わせるやつみたいな、それのせいで最後の1個できなくて。デキオコさんは、デキオコさんじゃないの、イライラして。何、でも俺ディテクティブだから分かるんだけど、陰キャ転生そういえば入ってからがめっちゃ時間少ないような気がする。なんか足跡がまだ残ってた、陰キャ転生の。だから陰キャ転生がヴァンパイアだとしたら早すぎるかも。ノジャとアルゴンが管理室前のカメラに映ってたのを見て、その後別れてたよね多分。俺、コノさんとも管理室で会ってたけど、俺、その時にニンニクの中いたから、俺違う。はいはいはい。マズラさんもそれ見てるはず。うん。デッポンがどこにいた？医務室でイニンを見つけた。じゃあ、デキヨコかな。デキヨコ、医務室にいたか。俺じゃないですよ。え、医務室し、俺も。でも俺が医務室入った時には、イニンさん生きてたから。デキヨコでいいんじゃない？いつ？これじゃないけど。最後、時間が、馬面さんとかとすれ違ってる。すれ違った、すれ違った。デキオコすれ違った。デキオコ陰キャ転生と。ほかんとで馬面さんと最後の方すれ違ってるはずなんだけど。ノジャジャ？ノジャジャ？わかんない。何やりたいのかよくわかんない。よし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 。落ちた。忍者もいたんだ。通信ボが行きます、僕が行きます。僕が行く、僕が行く。何これ OK ここのダウンロードやるわ。あ、で、デポンさんそれもう終わってるよ。あ、そうなの、ありがとう。ただあと普通のやつとガーリックさんしかいないはず。弾け飛んだらウマヅラ吐き、あのー、10
夢室に向かいます。1、12、13、14、15、16、17、18、19。バン。あ、馬ずらぎじゃない、俺つけられてないわ。管理室でモジャジャが死んでました。その前に管理室から出てくるトーマスを見ました。あ、うん、はい、トーマス結構前に保管下部エンジンと保管庫の間、うん、カメラ見てて酸素になったから寄って、で管理室の方入って治ってるから出て、下ルートから上向かってった酸素。じゃあモジャジャは絶対、デポンが地神通報かトーマスか、俺とインカ先生とアルゴンで治しに行ったよね。馬更にどこ行ったの？俺はもうなんか管理室に何人もいたの見えたから普通にタスク行った。カブエンジンの中でトーマスとすれ違った。トーマスはどこですれ違ったの？そう、ね、電気室あたりですれ違ったか、左向かってんなんだけど、忍者いないからロジャジャをリンジャで殺すのは無理だからトーマスかデポンするべきだよこれ。でもデポンささっきさ、なんか敵横の時通報したし、トーマスでいいんじゃない？うん、確かに普通の人狼なんじゃないかな、トーマスの。死のかトーマスか。そんなバカな。いやでもまあしょうがない。なバカな。インポスターだデポン君、まあいいな。これインポスターデポンだったらって感じする。よし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 。ナイスデポン。あとは。もう一人や。じゃあもうヴァンパイアだけ。じゃあずっと仲いいじゃん。え、もうじゃあここいる俺らずっと。ずっと仲いたらなってもカメラに。ずっと仲いるのやばすぎ。そうなるんだよな。ああ。いやまあまあこれ分かるっしょ。いやでも上と下で分かれたから。で電気室タスク直してるか。ちょっと微妙いな。ヴァンパイア怖いな。マジで大事だなあれ。どうだろう。トゥ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 。これ馬ずらしゃね。トゥ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 。ああ、俺と陰キャ転生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 。はいはいはい。近寄らないよ。馬ずらぎどこ行った？会ってない。ああ、管理室の。どうなんだろう。誰なんだ？陰キャ苦戦。はい、会議するよ。デポンいる？デポン生きてる？いや会議しなくていいって。あ死んだ死んだ死んだ。え？死体温かいから分かったかもこれ。待ってたら名探偵焦って通報ボタン押しちゃったかも。そういうこと。誰だ？え？え、でもちょっと僕がみんなが今真ん中集まって会議をするよみたいなこと言って会議ボタン押そうとしたら死んだ。まあ陰キャ転生だろうね。ん？あの探偵だから分かるんですけど黄色って出てます。あ、じゃあ陰キャじゃん。はい、うん、で黄色って出るの終わりです。え、え俺じゃないんだけど。いやごめん嘘ついた。うん、本当に俺じゃないもんだって。本当に俺じゃないから。馬面萩の地紙はある。ちなみに知ってんだろうなって。え、あそうなの。いやだって下に死体があったから。馬面萩の位置に死体があったから。え、でもみんないなかった？そこアルゴンの下にとこ直前まで。いや普通にデポンとるアドミンの方にいたよ。あれ、え、クンさんは。俺下に行って戻ってきた。したら俺がだ、ね、下に行って戻ってきて。一瞬で戻ってきたよね、クンさん、うん、かまんでしょう。いやわクンさん探偵でワンチャンスその語りだけど、まあまあまあ。でもトーマスローって言わなくねっていうか、そもそも。まあ確かに。え、なんだっけ、敵横っつったのって俺とインキャテンセのデポンだっけ。デポンがほぼスロー。誰が敵横に入れてたっけ。俺入れて、あーなんか3秒ぐらい、俺入れてた。マサギさん？違う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 。お前入れてた。そんな、あからさまの髪するわけないだろ。え？犯人はお前だ！えぐい、待って、1票で、これ死ぬわ。え？ごめん。ごめん。えぐ。え、その、あーなるほど。えぐ。犯人は、
この中にいる。いやもう犯人はこの中にいる。デポンさん、デポン、犯人はこの中にいる。じゃあ一回行こう。いける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 。はい、はい、陰キャ転生かー。いや出来横のやつかな。いや、あれね、上手さ、あれ下に気づかなかったから、私はそれで上手さ黒くなっちゃったのがもったいなかった。まあ、確かにタイミングが良かったね。よしこい、しや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 。はぁ、じゃあ、まずサボタージしまーす。サボタージしますってなんだよ。そう、上を置い、そこ置いといたら、はい、ガリック置きます。はい、おかんかい。フルタイムあるやんけ。あ、そうなの。まずはここにガーリックでしょ。あるない。いいね、いいね。ここは強いよ。ここは全然強い、通すの。タスクがない。タスクないってどういうこと。上部1、らしくないのに右回ってきた。あやべー、外ですれ違っちゃった。このさんと20秒後に死んだらこのさんです。ちょっとあれも待って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 。ん、なんかあいつ怪しい。カメラがつかねえ。カメラ死んでねえか。近づくな、近づくな。29840。なんでユニンがこっちから来たの。くんな。ペッペッ、はい。おわっ、ダッファー、ユニンか。ん、どうやんのこれ。さあ、え、何、デポン、ごめん、なんか邪魔したかな、今。ああ、そうかも。ああ、いやいや。もしかして、探偵？探偵か。うん。デポン、なんか出ない？なんか。ごめん。いや、よくわかんなかった。なんか、デポンが死体の前で、これどうやってやんだろうって言ってたから。多分、カブエンジンでしょ。そうそうそう。反射的に通報しちゃったけど、俺、ごめん。おうおう、邪魔すんじゃねえよ。ごめん、ね、それみんなの前で言うのも弱くない。え、別に実際いないから、まあ、デポンワンチャン噛まれるかもだけど、まあ、そう、普通に噛まれちゃうくない。白角ってだけじゃない。でもしょうがないよね。しょうがない。何か落ちた、何も、なんかそこら辺にすれ違ったとか特にないの。カグエンジンから来た人は誰だ。イリンとかで曲は違うなって思うけど、言わせるのは言わせるのに。その後に陰キャ転生はほぼずっといたはず。てか、ずっとカメラついてた。カメラ見てたの。あ、違う、カメラ見てたの。コモか。違う、カメラ見てたの。ずっとカメラついてた。あ、陰キャさんか。カメラなんか消えたなーってできたと喋ってたもんね。あ、消えたのはなんか一瞬見んのやめてるだけ。あえ、消えた時間によるぞ。消えた時間によってはトーマス、うん、いやもうなんか1秒とかだと思う。なんかもう連打っていうか、なんかもう切り替えみたいな感じだったから。なんか他も誰かがあった。管理室出た後電気室行って、で、電気室から出てきたときに、デポンさんとすれ違って、で、また管理室の方に行ってたけど。これでデポンインポスターだったらどうしよう。え、私はなんか酸素枯渇のときに、意味とすれ違ったカフェテリアで、そのままデッキおこと、デポンルーム下にあって、すぐカフェテリアうろうろしてたから、イニーはどこ行ったの？カベンジは行ってないな。俺、あの、ナビゲーション酸素ルーム、シールドルームの間のところのカメラのところで、あ、カメラ映るなって、ちょっと映り込んで、アピールしてた。難しいな、ヴァンパイア。いや、これ入れないとまずい。でもトーマス、ヴァンパイアと思うけど、ヴァンパイア20秒後だから結構わかんないかも。あそこ、ヴァンパイア。これ釣らないパイアとか、3だから。20秒。トーマス君とすれ違ってないんだよ。え、これってヴァンパイア。出ればわかる。出ていいかもな。普通にあれ、通報しなきゃよかったかもしれない。死体のところで立ってればいいの？あ、わかんないんだよね、それが。それがわからない。なんかボタン出てないの？うん、何も出なかった。こう、足跡がある。ちょっと一瞬待ってみね、ここで。ちょっと。ああ。なんか死体出ねえかな、ついでに。
ここで死体が出たら俺らは違うから、まあまあ待って待って俺らいいと、いいよ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 、ここいいよ、インカ先生行って、インカ先生か、あの行って行って行って、うん、ここだったら分かるから動いた感じで、もうちょっと待って、回ってみる、で今ここ、ここ夜だ、増えてる、いやいる、誰も知ってませんでも釣った方がいいんだよね、釣った方がいい、多分これあとだって1キルで終わっちゃうから、でも20秒、ヴァンパイアで20秒だったらなんか、全員生きてるインポスターが。そう。俺の予想は酸素鳴ってた時に、多分、酸素鳴らしたってことは左で誰か噛んだんだってトーマスの多分予想で見に行って、まあもともとヴァンパイアに噛まれてて死んだって思いそうだから、ほうほうほう。もうわかんない。右側で、だから何があったかわかんない。右側の接触の。私結構ウマヅラなんか勝手に怪しんでるんだけどさ。え、ウマヅラさ、最初さ、ニンニク食った時ってあれクールタイムあるじゃん。だイニンとかなんか、デキョコとかカメラ見てなかった？いや、イニンとデキョコ別に。光ってるカメラを見てた、俺らは。チカチカしてた。そう。え、そう、だからチカチカさせてたの、だから。だから。誰か釣んないとまずい。ちなみにデポンは違うし。え、ウマヅラは？ウマヅラ。いや、俺はあれは、普通に、ニンニクで置こうとしてないから、それは、ちょっと、ね、ごめん、ごめんって感じ。クールタイムを知らなかったから、いや、なんかあんのかなと思って。アルコンかな、ワンチャンデポンか、まあ、ミニだけど。いや、デポンは違うね。え、ウマヅラニンニクどこ行った？もう一回ね。シアはウマヅラニンニクどこ行った？ニンニクまだ置いてない。まだ置いてない？え？これさ、ガチでやばい。これはガチでやばい。これやってない。忘れちゃってる。俺を忘れてるだけだと思うけどね。いや。なんだなんだ、なんで今のカバー、今のカバーなんだよね、キヨコ、なんか忘れてるだけだと思うけどね。いいよ、じゃあちょっとウマヅラハギ釣ってみよっか。え、これで黒だったら俺疑われるから嫌なんだけど。ウマヅラさんの肉が失われるの、なんか。じゃあみんなの前で置けばよく、ウマヅラさんの前で置けばいいの、俺が配電盤のとこ置いてくんね。あ、でここ釣んないとまずいね。デポン誰次かい？アルゴン。アルゴン、じゃあアルゴン釣ろう。マジか。コーラの衣装勝手に着てる気持ち。そうそうそう。コーラの衣装着てるから。電気室のさ、配電盤のとこ置いてくんね。明日。許せねえよな。いや、つらくてまずかったからこれでも。じゃあ上じゃない、配電盤。まずしょうがない、しょうがない、しょうがない。これはミスってもしょうがない。ああ、すごい名探偵。名探偵の名探偵。これ名探偵デポン。でもさ、デポンにずっとついてけばよくない？デポンがなんか調べてくれるでしょ、死体だって。デポンにさ、ついてけば。確かに爆発してもデポンがわかるかも。まあ、デポンが死ぬ可能性あるんだけど、いや、まあ、覆っとけばいい、覆っとけばいい、覆っとけばいい、自分にヴァンパイアがつくとか、うん、ニンニク忘れてた、おい来た、酸素枯渇、さて、どーてぃ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 、そして早くして、あ、治ったさ、これ声聞こえるの面白くね、デキさん聞こえる、え、なにこれ声聞こえるの俺ら声聞こえ、俺今、あれ、酸素ルームにいて、あ、壁一枚越しだから聞こえてる、会話できる、そう、これレオパレスだから、ここさあ、行こう、いいよ、デポンのタスクから先でいいんじゃない、うん、人いたらデポン近づかない方がいいかも、あんまり通報しないで、ちょっとデポン、死体見つけたらデポンには出せよ、こっち、こっちは違う、いない、別行こう、あー、着くか、いや、名探偵だったな、デポン、マジで。いや、ガチでさ、なんか、デポン、ほんと、な。そこ助かるからやりたい。デポン、ほんと、な。え？死んだよ。あ？あ？え？今、目の前で死んだ。え、デキョコ？うん？デキョコ？デキョコ噛んでた？違う違う違う、多分目の前で死んで。ヴァンパイアじゃないかな。多分、ヴァンパイアだと思う。ほう。え、それだったらさ、私になるよね、デポン。あれコノさん、俺目線二択で、イニーさんが目の前で、俺らの目の前で噛んでセリフしたか、ヴァンパイア。でも、そんなことするわけがないから、多分ヴァンパイア。絶対ないんだよ。え、てか、その酸素一緒に来るとき、一緒にいた人じゃないの、うん、多分、時間的に。それが私なの、私とデポン。じゃあ、お前で。じゃあ、デポン来る、え、じゃあもう、デポンさん白書くなら。違うんだよ。そうなんだけど、うん。白が取れない。うん。どうしよう。じゃあもう、釣るしか。え、でもさ、コノさん。
あ、確かにデポについて、だってさ、そのステップは白角の行動してると思うけどな。しいね、コノさん。いや、お前も十分たどたどしいけどな。いや、俺別になんもないでしょ。カメラ見てました。ちなみに、そのコノさんじゃないとしたら他に候補は他に候補、いや、それはあれじゃない。別にヴァンパイア殺しじゃないっていうあれで、私のもう視点は。だからそこら辺にいたデッキをこう、イニンのじゃじゃないのっていうあれになるよ、私のあれだと。言い分は。あー、なるほどね。みんな堂々と殺すか。いや、ごめん、私はタスクしてたから。そうだって酸素直したらイニンさんと俺だけど。誰が見てた？誰が見てたの？うん、直さないことってできる場面だったよ。デキさんと、あともう一人いて、で、なんか急にクンさんが爆ぜて通報した俺が。でも私が狼だったら、デポンに早く決めてとか言わないと思うんだよね、あの投票のタイミング。いや、でも誰必ず知らなきゃいけない場面だったから。それでたまたまデポンが人狼を選んだだけで。いや、そうだよ、そうだけど、あの時結構話が長引いてて、デポンの腰を取るね。長引いてて、私があそこで言わなかったら、誰もなんか釣らなかったと思うんだよ。だからそれはそっと白目に見てほしいんだけど。そんなさ、うん、アルゴンさん矢面立ってなかったからさ。え、そうだよ、それは分かる。アルゴンの分を、アルゴンの分をどうすればいい。私味方になんねえだろって思って。これ誰かさ、クイさん噛んでる瞬間見てないの？俺端っこだからマジで分かんないんだけど。見えてじゃあ、だったらイニンついたいと思っちゃうんだけど。ハゼたんだって、目の前で。ハゼた？え？うわー、敵横。いいよ、いいよ。バッパヤ神じゃないぞ、これマジで。結構マジか。敵横マジか、こいつ。多分、見てないんだったら、こいつが。こいつが6人見てないのに、わけわからず証言してる。俺カメラで見てたけど、見てないのにハゼたって言ってる。見てないのにハゼたって言ってる、こいつ。ニンさんやってみるか。さて、探偵さん、僕とゲームしないか、探偵さん。今回デスゲーム主催し、そう、これ2人噛まれたら終わるんだよ。もう終わりなんだよ。あ、そういう感じ。そう、うわ、てか探偵やらせればよかった。あれ、通報がそもそも見せたらイニンだわ。うわ、やったわこれ。てか通報してる時点でイニンなんだよな、確かに。イエース。それはデキヨコが言わなきゃダメだったかも。てか、デキヨコがめっちゃ悪い、多分。そんな暴走で行くと終わらくない？いや、いや違う違う違う。まず、探偵、なんか探偵にやらせればいいのに通報ボタン連打してるのもダメだし。通報したのだってイニンさんだし。そうそう、そうなんだよね。だからイニンが悪くない？そうそうそう。だからイニンも疑うべきだった。そっか。え、なんで俺が責められてんの？いや、俺なんかそこぼーっとしながら、キルボタン連打しながら言ってたら、なんかみんなの塊の中突っ込んじゃって、えぇって思って、急いで通報した。いや、それ追えなかったの、マジ申し訳ない。わかんないだろう。焦ったわ。インキンさんがそんな、なんかもしかしたら連打したらもしかしたらできんのかもな。それ、そういうのが。連打したら、いや、じゃあ連打しながら近づいたら、なんかもう、映る前にキルできんのかもっていう。あ、なるほど。ガリック来ます。え、ガリックの早い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 。これはヴァンパイアじゃないです。これヴァンパイアじゃないから、ヴァンパイアの瞬間簡単。それ無理あるだろ。え、何もの、え、今さ、いや、わかった、今どういう人に分かったよ。説明していいですか、説明していいですか。はい、説明していいですか。コノちゃんがガーリックを置きますって宣言して、ガーリックを置きました瞬間、馬面がコノの上に飛んできて、コノが弾けてみました。はい、すいません。いや、ちょっとあのいや、これタイミング勝負だった。役に立ったんだよ。惜しかった、惜しかった。タイミング勝負だった。なんか、ミスりました、いろいろと。馬面さんの方が一瞬早かったら、これ馬面さんの勝ちだった。あ、そういうことか。ピュンって殺しちゃった。お前、本当に京都大学バカおもろいんだけど。いやー、マジでおもろいよ、超バカじゃん。ああ、すいませんでした。こんな面白い死に方、開幕でする？兄弟の恥さらし。でかい。もう、ニンニク、ゴミニンニクだよ。ニンニク端っこに置いとくわ、もう。確かに、ニンニクいらない。いらない。ふぅ。あれか、一応忍者だったら、また分かったことは甘えてないてばじゃない。無才の俺死んでんだけど、あれあれ、俺死んでんだけど、死んでんのに俺マウス連打してたわ今。くだらな。トーマスいないか、見とくか。これ今回探偵誰だっけ。さあ、誰なの。なんか食ってる。これ今度だったら、あ、できたんしもー。お、ロジャーさん。いやー、多分
いやちょっと待ってね、いや見る方向ミスったな。停電中どこいたか教えてほしい。俺が電気直した。あ、どうも。俺はあれだな、通信室の方をぐるっと回ってた。で、保管室の前でイニンと会ってるはず。そうだね。俺通信室の前でタスクやってたよ。じゃあクンさんだ。クンさんは見てない。あ、俺ウェポン仕入れと保管庫だよ。うん、クンさんだね。俺じゃない、俺じゃない。あの、ノジャジャさん、忍者。え、忍者とかあるんだよ、ノジャジャさん。今のめっちゃおもろいって。ノジャジャさん。あ、忍者。忍者とかあるんですよ、そもそも。どこで死んでたの？ウェポンだけど、停電中にウェポンに行ったんだよ。で、そのそこからカフェテリアに行ったから、うん、移動してるんだよ、カフェテリアの停電中にね。はい。え、カフェテリアは俺行ってないよ。その時に管理室に4人いて、で通信室に1、電気室に1いた。で、電気室は2人が行ってて、通信室がトマスだから。多分、ウェポンで発見したの。うん。俺、ウェポンから下の通路のところにいたから、多分俺その時にアドベンに映ってないよ。状況的にクーさんしかいないんだってか。え、いやだから忍者で敵横に忍者で飛んで殺してるって。だからいやだから単純に無理なんだって。それがえなんで通信室1と電気室1と管理室4。え、だからウェポンルームの時点で死んだってこと。通信室1の人がウェポンに飛んだ。そうそうそう。だからウェポンでその時に死んだって。なんで分かんない。同時に映るんですか。でも通報時間的にさ、別になんか結構時間あったくない。そもそも、え、俺、のじゃって管理室からさ、ウェポンに行くまでに、すぐ行ったの。10秒以内ぐらいでもう行ったの。だって、俺、出来横とはぐれたのが、出来横あんま見てないけど、ウェポンから回ってきて、その後ウェポンになんか俺が一瞬出来横とかぶってたのか、それともずっとかぶってたのか知らないけど、俺ぐるっと回って保管庫まで行って、イニンとすれ違って、その後管理室に戻ってから通報が鳴ったから、相当時間経ってるよ。俺になんのこれ。いるんだ。さて、トーマスにありますか。無理だ。さあ、クルさんは忍者。忍者だってばよ。え、じゃあもう普通の神能力あるインポスターしかいないじゃん。え、でもそうなったらさ、まあトーマスと誰だ。探偵です。あ、探偵なんだ。あ、署名。マズラ釣りをし、俺は没試合かな。じゃあ無理すぎる。無理だ。ちょっと無理だったな。これね、探偵の能力使う条件はね、多分自分がレポートすること。自分がレポートしたらチャット欄にあのなんか証拠が出てくる。そうだね。あ、ノマズラはあれ誰でも言うだろ。じゃあデポンが報告すればよかったのか。電気連打かな。しかも普通のインポスターしか残ってね、殺し回るしかない陰キャ先生が。いやーでもなんかね、最後の方なんか陰キャさんがクンさんをなんか謎のかばい方しだしたから、俺陰キャさんだと思うんだよな。これ俺陰キャさんだと思う。殺せ。ここで殺せ。あーきつい。ここで殺してとかしないともう無理だと思うな。兄さんの遅い。オッケー。俺、上。連キルするしかない。終わっちゃうぞ、これ。あれ、トーマスいなくなってる。あれだろ。あ、やばい。あ、トーマス君いたわ。じゃあ、いいね。トーマス君はほぼ白取れてるから。まあ、大丈夫かな。レッツゴー。これ絶対でも管理室から引き剥がそうとしてる気がする。カフェテリア1人、2人、保管庫1人。まずい。あ、直すか。わし直すよ。じゃあどうぞどうぞ。直すかって言ってインキャ先生消えたんだけど。いる。二人入ったから。オッケー。まあまあここ閉まる分には。ノジャはクンさん釣ってるから。あ、いねえ。あ、あれ、ノジャは
あ、あれ野獣者は？なんか人数が合わなくね。よーし！あーすげえ。これボツだと思った。すごっ。すごい。もう最強だな。これはうまい。このマップでこれ？うま。ボツ回避した。このタイミングでしっかり噛めたのに。すげえ。いやもう能力者なのに勝利してんだ。陰キャ転生が完全に動画にしてった。なんかあーこれもボツだーとかって言って俺ももうなんか絶望無理そうだなーと思ってた。言ってた言ってた。